わ。あ、顔がいい。エースコミックチャンネル。隣の席の根室くんは前髪が長い。学校のほとんどの人間は彼の顔を知らないと思う。見えてんのかそれ。印象が地味だから誰も興味を持たないけど、根室くんは、顔がいい。後ろの席大丈夫か？窓閉めとけ。はい。はい。根室くんは、ありがとう。次の問いを、顔がいい。二度言う。何？なんでその顔面をもってして前髪伸ばしてんだ？もったいなあ。あえてか、あえて隠してる。そりゃそんなご尊顔さらしてたら世間が黙っちゃいないもんな。そういうこと、そういうことなんか。何してんの？浴びたご尊顔を脳に刻み込んでる。また幻覚見てるのか。根室くんが美形だなんだって。このように周りは信じてくれないが、数ヶ月前、委員会だから先帰っていいよ。ほい、じゃあね。生徒手帳落ちてる。職員室に届けておくか。何年何組？なんだ、同じ1年じゃ。誰だこの美少年。思わず持って帰ってきてしまった。顔の良さに放心してた。あ、明日本人に直接返せばいいんだし。本人に直接。別に生でこの顔面を拝みたいとか、そんな下心なんてないですし。誰に言い訳してんだ私。姉ちゃんうるせえ。はは。明日返さないとだもんな。さすがにまずいって。他人の証明写真を勝手に撮ろうとか、さすがに、さすがにな。まずいって分かってる、分かってるけど。根室純くんっていますか？僕が根室ですけど。これ廊下で拾ったから。あ、中見て。いや、ありがとう。じゃあこれで。顔見れなかったな。あの写真見せればみんな信じるだろうけど、出したら私が社会的に終わるからな。まさかあの後同クラスの隣の席になるとは。ちーちゃんって根室くんの顔だけが好きなの？そうだが。言い切りやがった。何か文句でも？恋愛的な話だったら面白、応援してあげようかと思ったのに。そういうんじゃないって。顔を盗み見してるだけで根室くんのことよく知らないし、癒しをくれるアイドルみたいな。水族館の名物赤ちゃんアザラシと成分は同じ。見る清涼剤。意味わからん。たまに覗くご尊顔を拝んで癒しを得れれば満足なの。トイレ行ってくる。あれはやっぱり隠してるって反応だったしな。おかげで余計に写真消せなくなってるけど、もったいない。まあ根室くんの顔の良さを知ってるのが自分だけと思えば、ちょっと優越感とかなくもないけど。うわっ！あっ、あの高村さん？前見てなかった。頭とか打ってない？大丈夫。高村さんこそ怪我とかしてない？手ついてたけど。大丈夫です。よかった。立てる？は、はい。素早い。一応保健室とか。いい、本当に大丈夫だから。そう？
じゃあ僕先に教室戻るから。うん。なんだこれ、間近でいい顔を浴びすぎたからか。怪我とかしてない？一応保健室とか。よかった、こっちが押し倒したのにめっちゃ心配してくれたな。根室くんは顔がいい、それしか知らないけど、せっかく隣の席になれたんだし、顔以外のことも知っていけるかな。こら高村、授業だぞ。何廊下で突っ立ってる。はい。よし、止まっと。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。